まあ前に馬の話はどうしても前見神社からの話にちょっと触れなければならないんで、ちょっとその辺の方をお話しします。子供たち、子供たち、え、かわいさと常にかわいてから赤とかになるわけですから。これも乗っちゃっても後で黒でやるから、ここね、粘っても噛まないから接着剤つくから、ね、だからこうやって押さえていく、もうほとんど乾いてる。でも、もうね、仕方ないよ。同じ水で戻るんだ。ここどこ？よし。よし。完成で細かいところをいろいろ見るのが大変でした。今度このような機会があったらまた作ってみたいと思いました。今日が初めてで、見たのも見たこともなかったので、地域の伝統っていうのを初めて発見したことだと思います。みんなね、楽しそうに一生懸命やってますから、今日は良かったかなと思いますね。これからもね、みんなで一緒にやろうと思ってます。あと1回取んないの？予備とっても同じだから。